医院の理念は、患者さんの一生を通じて健康パートナーとして寄り添うというのが理念です。でビジョンは出会えてよかったという医院を作るというのがビジョンです。デンタルハブを導入して一番良かったことはやはり、このように情報が全ての情報が全員で共有できるということです。まずアポイントから始まって、カルテ、レントゲン、検査、全てがこの iPad1、枚で、共有でき、しかも、患者さんに即座に提供できるというのが非常に助かっております。デンタル 10R では検査の内容とかでレントゲンの画像、そして口腔内写真などを一括でカルテの iPad の中で見られるというのが非常に魅力でして、治療中は常にパッドを横に置いて患者さんとコミュニケーションを取れるようにしております。で即座にその場で見れるのもそうですけども、撮った画像とかそういうのが、すぐにまた取り込めるっていうのが非常に日常の診療の中では便利でして、スタッフもいちいち、機材を、起こしてまた入れるっていうその手間が非常に省かれて、診療もスムーズにさせていただいているという状態で、非常に便利に使っております。アリカルテでは手書きのカルテっていう感覚が非常に強くて、いろいろとコンテンツも入れていただいてるんですけども、割と自由に、カルテを記載できるというところが非常に助かってます。さらにこういうペンシルも使えますので、病状を、図で表現をしてみたりとか、その時の患者さんの状況をペンで記入したりっていうこともできますので、実際のカルテを再度見た時にその状況をまた思い出しやすかったりして非常に助かっております。当院では唾液検査を行いまして、その唾液検査をもとに、島剤とか衛生用品を処方するという形をとっております。で当然その検査等もそうですけど、唾液検査の結果もこの iPad の中に全部収録できますし、それをもとに患者さんの今後の治療方針とか家でのセルフケアについてのディスカッションが患者さんとともにできます。でなおかつ、島剤とかその辺、材料、衛生用品の成分が入記載されたいろんなパンフレットも、たくさん用意されているので、その場で患者さんにそれをお渡ししながらセルフケアについての説明が非常に詳しくできますので、そういう面で院の、中の一つの主軸になっているというような状態です。